皆さんこんにちは、はるです。今日は出社帰りの簡単飲みご飯を作っていく様子を撮りました。と言っても今日はあまり時間がないので買ってきたもの多めに行きたいと思います。とりあえず朝使っていたものを片付けていきます。本当は朝起きてすぐすればいいんですが、時差出勤で朝も早くバタバタ出ていくことが多くて、結局家に帰ってきてから片付けることの方が多いです。今日のメニューはサーモンのお刺身、タコワサではなくタコの柚子胡椒っていうのを買ってみました。アボカドとチーズのナムル、豚バラのカリカリ焼き、ネギ塩だれがけです。このメニューは週末の飲みご飯にもいいんですが、ケトジニックダイエットしている人にもおすすめのメニューです。レシピは概要欄に載せているのでよければご覧ください。まずは最初にネギ塩だれを作っていきたいと思いますので、ネギ塩だれのネギを細かく切っていきます。みじん切りの仕方って皆さんどうしてますか？私は、今回は粗みじん切りなので、ざっくりとネギに4本縦に入れて、そこからザク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 切っていく感じにしています。他のいいやり方があったらぜひコメント欄で教えてください。今回はリンゴ酢を使うんですけれども、別に普通の酢でもレモン汁でも OK です。リンゴ酢を大さじ2入れて、ニンニクのチューブをだいたい5センチないぐらい、中華だしの素か鶏ガラの素をパラパラと入れて、塩と胡椒をかけていこうと思ったんですけど、すいません、塩しか入れてなかったですね。で、軽く混ぜて味見して、ここで酢が強くないか塩がきつくないかと確認してください。私はちょっとリンゴ酢の独特な味がきつい気がしたので、レモン汁を加えることにしました。レモンをぎゅーっと絞ってよく混ぜたら、今回は味の調整終了です。続いて2品目、アボカドのチーズ和えナムルを作っていきたいと思います。今回はたまたまプロセスチーズのモッツァレラがあったので、これを消費するためのレシピになってます。普通のモッツァレラの方がもっと美味しいと思います。なかなかチーズをですね、こうめくる作業ってすごい面倒くさい作業じゃないですか。私だけですかね。このチーズは三角形だし、な大きさがあったので、ざくっと3等分にして、そこから長い方は半分に切っていこうと思ってます。ついつい思ってますっていうように発言してしまって、この言い方直したいなって思うんですけど、また思うんですけどって言いましたね。やっぱり台本を作りながら喋るのが一番かなって今感じてます。もう本当皆さんお好きなように適当に一口大に切っていけば OK です。形はこだわりません。それでは次にアボカドを切っていきます。中身どうかな。無事にいい感じだったので思わずピースしちゃいました。縦にぐるっと入れると結構取れやすいですね。今回はその前にちょっとだいぶ柔らかめだったので自然と取れちゃったんですが、種が取りにくいやつとかこの切り方がおすすめです。はい、切り終わりました。で、味付けに入っていきます。ボウルに入れたアボカドとチーズにタレを加えていきたいと思います。今日は先に作っておいたニラダレを使って味付けていきます。醤油、みりん、酒を1回レンジで温めて、細かく切ったニラを入れて一晩寝かせておいてます。ちょっと音声追いつかなかったんですが、ごま油と砂糖も大さじ1杯入れて味付けして完成になります。アボカドのナムルは冷蔵庫の中で冷やしておきます。続いてメインの豚バラのカリカリ焼きを作っていきます。今回は2パック合計で 400g を使っていきます。豚バラは結構焼いたら縮む傾向が強いので、ザクッと半分ぐらいに切っていきます。ちょっとね、大きすぎ食べにくいっていう人はもうちょっと細かく切ってもいいかと思うんですけど、大きい方が食べ応えもあって私は好きです。
で、切り終わったら片栗粉をまぶしていきます。別にこれは小麦粉でも何でも大丈夫です。まあ最悪まぶさなくても別に問題ないですね。最悪ついつい言っちゃうけど別に最悪ではない。こういう言葉遣い常々アフレコしてると気をつけなきゃなと思います。そうこうしてる間に片栗粉をまぶしたのをちょっとなじませてフライパンに火をつけていきます。油は少なめで OK です。豚バラをどんどん入れていきます。豚バラは焼いても割と固まらず広がっていきやすいので最初はあまり気にせずにポンポンポンと入れていただいて大丈夫です。買ってきたタコ柚子胡椒をお皿に入れていきます。タコ朝はあるけどタコ柚子胡椒見たことなくてびっくりしました。そしてこれ開けたらなんか中身が何とも言えないっていう見た目だったんですけど拙者ご覧ください。続いて買ってきたお刺身をお皿に乗せていこうと思います。油が結構乗ってていい感じでした。値引きされてある割にいい感じ。普段はパックでそのまま出すことも多いんですけど今日はだんだん時間ができたのでお皿に持っていこうと思います。ただ私このお皿に乗せる作業ってすごいセンスがいるなと思ってあんまり得意じゃないんですよね。妻とか刺身自体のバランスって難しくて今回も妻がすごい量が入ってたのでと思いながらしかも全部出していくみたいな感じでだいぶ悩みながら盛り付けていってます。もう途中からはあんまりもうよくわかんないなって思い始めてちょっと適当感が出てますね。もうサクサクサクと並べていってます。しかももうだんだん指を使い始めてお箸を持っている意味って感じですよね。もうこれがあんまり好きじゃない方ちょっと不快に思う方申し訳ありません。お刺身を持った段階で旦那から帰ってくると連絡があったので他の盛り付けも終わらせていきます。最後にごまをたっぷりかけようと思ったんですが取り出したのは海苔でした。ちゃんとごまを取り出してパラパラパラっとちょっと多めにかけていきます。完成した様子です。ちょっとライティングが悪いので色があまり良くないんですが本当はもうちょっと美味しそうな色味です。再度火入れしてカリカリ度が増した豚肉をまず乗せていきます。次にネギ塩レモンダレをかけていきます。ネギもタレ自体もしっかりかき混ぜて残さずかけていきます。最後に刻み海苔をかけて完成です。旦那も帰ってきたのでいよいよテーブルの準備です。まだ引っ越してきたばっかりでライトがよく分かってません。カメラの調整をしていたら画角がコロコロ変わってしまいました。この時の動画はまだ2回目の撮影で本当にまだまだカメラを調整している段階でした。料理も揃って旦那も帰ってきたのでいよいよご飯を食べていきたいと思います。私はレモンチューハイ、旦那はいつものビール。さて乾杯。平日はこの最初の一杯のために頑張ってるなってよく感じます。昔は誰かがはーって言いながら飲み終わってる姿見るのはすごい違和感だったのにこれが大人になった証拠でしょうか。タコ柚子胡椒は見た目はちょっとグロかったんですけど味はすごく良かったです。柚子胡椒が嫌いじゃない方はぜひ試してみてください。初投稿動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価、またコメントもよろしくお願いします。